Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。強そうだ。今10時半なんだけど、ふとね、今日ファミリーオークリーのファミリーセールに行く予定だったっていうか予定なんだけど、夕方4時半かな、4時半ぐらいから予約してるんだよね。だけどハガキよく見たらね、予約なしでも入れるっぽいから、ちょっと待つかもしれないけどって感じで、もう行っちゃおうかなと思います。今まだこっちギリギリ雨降ってないんで、風はすごいんですけど、ちょっとチャット行って早く帰ってこようかなって、最悪ね、入れなかったら待ってる時間、動画の編集でもどっかでして時間まで待ってれば、4時半には入れるんですけど、ささっと行っちゃおうかなと思って今すぐ出てきました。友達とね、行く予定で、で友達が仕事を、ランチ終わった後の時間がいいっていうことで4時半にしておいたんですけどね、急に今日の夕方から予約入っちゃったらしくて行けなくなったって連絡昨日来てたんで、俺一人だけだったら、今もうささっと行っちゃおうかなって感じですね。でね、ついでにね、前の仕事、去年の5月かな、4月か、去年 3月か4月ぐらいか、前の仕事ね、コロナのせいもあって、急にね、辞めることになったんでね、ちゃんとね、全員に挨拶できてなかったんで、今日いるかは分かんないですけど、ちょっと寄ってみようかなと思います。何かお菓子かなんか買ってね。いればいいですけどね。そんな感じの今日は一日です。休みです。ちゃんと休む。今日は丸一日。中途半端に稼働しないで。
折りたたみ傘なんて久しぶりに使ったな、本当。雨嫌ですね。最近雨でもね、カッパ着て仕事するとか、カッパ着て釣りするとか、そういう感じだからね。傘さすってあんまなかった。これで一回ちょっとお店に顔出してね、暇そうだったらステーキでも食べてきますか。もう店はねまだ存在してるね。懐かしい。ああ、マジか。新井さんとミヤムがいなくなっちゃってたか。金子さんは元気にしててよかった。宇宙美さんも、まあね、あれから1年経ったからそうなりますわね。飲食店はみんなやっぱね、他の仕事探してって感じ。リアルですね。さあ帰りますか。いやー、新井さん会いたかったな。マジか。強風で運転見合わせって今放送流れてるけど、なんでこんなタイミングで。嘘でしょ。引きが強すぎない？そうでしょう。ゆっくりでいいから走ってくれ。いや腹減った。お、走る。よっしゃよっしゃ。ちょっとたどり着いた。やばすぎたマジで。あ、疲れた。傘が壊れるからさせない。あ、最悪だ。マジ最悪。あ、日が悪かったな。まあでもいいや、いっぱい安いの買えたが。
なるとさ、いつも以上に綺麗だなって。さあ、今日買ってきたものでも紹介しましょうか。結構買っちゃったんですよ、結局。そこまでお金使う、まあでも使ってもいいかなとは思ってはいたけど、そんな買うもんないかなと思ってたら、結構ね買っちゃったんですよ。でね、今回良かったのは、まあ、表示価格の値札から 50% だったんですけど、まあ、表示価格が定価のやつもあれば、表示価格からあの割引された値段があって、その価格からさらに5割とかだったんで、探すとね結構大当たりみたいなのがあったって感じですね。まあ、それプラスサングラスは、まあ、オークリーのサングラスは半額、あとレイバンは一律7000円とかだったんで、結構ね買っちゃいましたよ。レシートもうでもね、こんな買っちゃったからね、もうほんと延々と働き続けようって感じですね。まあ元からね、あの買おうと思ってたゴルフウェアと、あとあのロードバイクのねサイクリングウェアは、まあ多少ですけどね、完全じゃないですけど手に入れられたんで、まあ、それは良かったかなって感じですね。で合計がね4万3000円ぐらい買いました。何がいくらになったかをちょっと見てみるか。ちょっと待って、電卓を用意してる。電卓のアプリ入れてなかったっけ。まあいいや、電卓、あ、電卓あるんだ、そもそも。まずは、まあこれはね、もう行ってあったら買おうと思ってたんですよ。前回行った時買って一束だけ買ったんですけど、まあ履き心地も良くて、まあ今スポーツたくさんやってるんで、全部ねこの靴下にしようと思ったのと、あと昔買った靴下がもう結構伸びて古いんで、ナイキとかアディダスのやつが、それでねもう靴下を一新しようと思ってね、4束買ってきました。あれ、あと一束どこ行った、一束どっか行っちゃった。でこれがね1000円なんですけど、まあ、半額、この表示、こうやって書かれてる表示から半額になって500円ですね。で黒のくるぶし上までのやつと、白のくるぶし上までのやつと、あとくるぶし下のやつ、この3色セット、これがね同じのがもう一束買ったんで、どっかに入ってると思うんですけど、だから500円のかける4で2000円ですね、靴下まず2000円。こういう風袋で渡されるんですよ、悲しいことに。昔はちゃんとオークリーの紙袋だったんですけど、ほんとねそれだけが嫌だ、これを持って東京から帰ってくるのが。しかもね、もうその後から毎年これなんだけど、ガムテープなんですよ。ほんとこれだけはね、なんとかしてほしい。まずは1品目、これはね
売ってないやつはサンプル品なんですよ。こういうね、サンプル品って大概こういうのがついてるんですけど、サンプル品めったに、ね、手は出さないんですけど、結構ちょっと気に入っちゃって、でこれはね8000円ですね。定価が8000円のやつが、まあ、4800円で売ってて、でそれがさらに 50% だから2400円ですね。で普通のネルシャツ、表面はネルシャツなんですけど、裏地がフリース地のやつですね。まあ秋冬着るやつかな。あ、やばい、今気づいた、これ鬼滅っぽいな。まあいいか、鬼滅っぽいのあんま着たくねえな。まあでも今年の秋冬にはもう大丈夫か。全然気づかなかった、今気づいたわ。まあなかなかねいいっすよ、これはあったかいし。まあこれは普段着ですね、スポーツとかっていうよりも普段着。2400円なんでね、買っちゃうんですよ、こういうのは。もうパパッと安いからっていうのはね、もうサイズもほとんどどんどんなくなってくんで、すごいちっちゃいかすごいでっかいかしかなくなってくんで、まあこれ M サイズなんですけど、もう見つけたらバン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 手に取っていかないとなくなっちゃうんで、一点物は特にね。で俺が見た時はもうこれ一着しかなかった、すぐ取りました。でね、これも一点物、これも一着しかなかったんですよ。これゴルフウェアなんですけど、まあゴルフウェアカテゴリーはゴルフウェアなんだけど、まあ何でもサイクリングでも着ようと思えば着れそうだな。でこれは、15,000円、15,000円なんですけど、15,000円が6,000円になってて、さらにこの表示から半額になるんで3,000円ですね。15,000円のやつは3,000円。これね、できれば L か XL が欲しかったんですけど、結構タイトなんで、まあ M しかなかったわけですよ。まあでも M も、 M が多分俺の体のジャストサイズなんですけど、まあでもでっかくちょっと着たかったんですね。まあ、ストレッチ素材なんで、まあ、全然動きづらいとかはないんですけど、もうちょっとねダボっと着たかったなっていうね。まあこれは春とか秋、まあ、夏でもね結構これ風通しのいい素材なんで、ラッシュガードみたいな、夏でも着れないことはないんですけど、日焼けが嫌な人とかね、まあ、春秋とかに着るようなあれですね、ゴルフウェアの上だけど、ロードバイクでも全然使えそうな感じなんだよな。素材的には同じような素材だしね。背中にポケットがないけど、まあ、ここにチャック付きのポケットがあるんで、全然ね、まあ、スポーツで本当着れるウェアですね。まあ、何よりも定価が15,000円する素材を使ってるってとこがいいですね。15,000円が3,000円、これはね、もう値段で買っちゃいましたね。15,000円が3,000円って聞くと買っちゃう、この貧乏性的な感じ。でオークリーのゴルフラインは大体このマークついてますね。なんでこれはゴルフウェアですね、カテゴリー的には。今回はなんかこういう掘り出し物コーナーみたいなのを一列作っといてくれてて、まあその中で見つけたやつなんですけど、まあこの値段なら確かに掘り出し物ですね。撥水性能
とか軽量性能とか、まあいろいろいい生地を使ってるみたいです。ゴルフウェアの上って持ってなかったんですよね。ズボンはゴルフ用のズボン、短パン2つと長ズボン1つと持ってるんですけど、ポロシャツは普通のポロシャツしか持ってなかったんで、まあとりあえず1着手に入れてきました、ゴルフウェア。であとこれはね、もう見つけた時にね爆上がりでしたね。最初高いからスルーしたんですけど、よく見たら1万4000円のが7000円になってて、でそこから半額なんで3500円でサイクルジャージ手に入れましたね。でサイズもね XL でいい感じなんですよ。サイクルジャージってほんとタイトなんで、 XL でも結構もう着るとピチピチ。高いねサイクルジャージ。でも俺腕とかさ太いからもう結構パツパツなんだよね。これもすごい高級な素材が使われてんだろうね。あんま派手なやつ欲しくなかったから、ちょうどこれぐらいでいいかなと思って、で黒欲しかったから下のね、サイクルジャージの下はこの前カステリのビブショーツ買ったんで、まあそれと合わせようかなって。これもまあ白黒赤ビブショーツカステリのやつなんですけど、まあこれと合うんじゃないのかな普通に。こういう感じであんま合わないかな、まあいいか別にって感じですね。これでとりあえず夏場は自転車着る格好は揃いましたね。いやーよかった。なんか中古で3000円から5000円ぐらいでネットでねウェア探してたから、新品でねこんないいやつ手に入れられてよかったね。3500円、ほんとラッキー。これサイクルウェアのコーナーはねほんと少ない、物が少ないし、ほぼ S か XS しかなかったから。であと M も1着か2着あったのが、ただ値段がほんとまちまちで異常に高いのばっかだったから、これがねあった時、よーもうこれめっちゃいいじゃんと思って、3万円ぐらいのもあったからね、この上だけで。よっぽどいい素材が使われてるのかね。まあよかったっすね、これを買いに行ったような感じ。ほんとヘルメットもね、まああったっちゃあったで1個欲しかったのあったんだけど、2万5000円の半額って感じだったから、ちょっとヘルメットはね今回スルーしました。いつもねヘルメット S サイズしかないけど、今回は L サイズとかも置いてあって欲しかったんだけどね。まあヘルメットあるしね。
下で、あとゴルフの手袋、これがね1600円だから800円、これが800円。まあこれは何個もあったんで、これは1個だけ買っておきました。これでもうゴルフの手袋4個目だからね、まあ、そんないらないよね、予備です。あとね、珍しくね、そんなお得じゃないんだけど大物を買ってしまった。これもね試着したんだけど、 L だとね結構やっぱ窮屈に感じて XL を買いました。ジャパンサイズだと XXL に当たるサイズ、そんなでっかいのを着たいです。なんか最近でっかいのブームも俺の中で、かといって着ててそんなでかい感じしなかったけどね。なんかいろいろ素材使ってんのこれ、素材の宝庫だね。軽量性能、撥水性能に加え、これがあったかい素材かな、サーモトロンって素材、これは軽量コンパクト素材、エアースタティック、タスティック、いろんな素材を使ってて値段的に定価24,000円なんで12,000円で、でこのサイズ、これがね2個だけ残ってて L と XL だけかな。今日から始まってで俺は入れたのは2時、午後の2時か3時ぐらいに入れたんだけど、それでももうサイズがなかった感じで、これベストとこの袖がバラバラになんないタイプ、全部合体してるタイプ。主にね、冬のゴルフ用のウェアですね。今からね、冬の準備。まあちょっとダボついてるんですけどね、サイズでっかいの買ったんで。ただね、まあ動きやすいんですよ。ゴルフね、ほんと真剣にやるつもりなんで、ゴルフウェアです、冬の。冬場に買おうとすると値段が結構高かったりするんで、まあこういう夏の時期にね、冬のものを買っとくって意味で購入しました。まあ5割だからそこまで安いわけじゃないですけどね、物がもう結構人気でなかった。いや、ウェア揃いましたね、これで。ズボンもね、1本か2本買おうと思ったんだけど、まあなかなか派手だし、1個ねジョガーパンツあったんだけど真っ赤だったんですよね。ゴルフ用のジョガーなんて珍しいんで、まあ、最近結構流行ってきてるっていうか、ゴルフウェアも最近みんなラフになってきてるらしくて、そのジョガーも欲しかったんだけど、まあ、6000円するんで、半額になってね、半額で6000円だったんで、ちょっとね最終選考で俺は蹴りましたね。それは赤いズボンなんかね辛いなと思って、別の色だったらもう買っちゃったかもしれない。であとはサングラスを2点追加しました。1点は、釣り用で今使ってるオークリーのサングラスあるんですけど、まあもう結構ね傷がすごかったり、まあちょっとね見えづらいっていうのがあるんで、車にずっと積みっぱなしなんですけど、まあそれはね
もうそろそろ引退させて新しい釣り用のサングラス欲しいなと思って、偏光レンズのねサングラスをで今回レイバンで買ってきました。偏光レンズのやつも7000円なんですよ、レイバンだったんでね、もうほぼこのタイプしかなかったですけどね。買ってきました。これはもう釣りやってる時しかつける機会はないかな、基本。どうだろう、まあ普段でも使えないことはないけどね、基本釣りやってる時に使おうと思います。これをつければもう水の中が光の反射なしにクリアに見えるっていうのが偏光レンズですね。今回のこの茶色いケースいいね。でもう一つが、オグリ、サイクリング用、ゴルフ用本当は買おうと思ったんですけど、ゴルフ用全然かっこいいのなかったんですよ、デザイン的にも。なんでね、ゴルフ用はもういいやと思ってね、普通のサングラスをゴルフ場につけるか、まあゴルフの時はサングラスつけないか、それでいいやと思ってね。ロードバイクで今持ってるのが、プリズムローライトっていうレンズのこういう薄いレンズなんですね。あの暗いところでもある程度見えるようにっていうタイプのレンズなんですけど、まあ逆に眩しい時はあんまりサングラスの効果をなしてないっていうかねって感じなんで、まあこれフライトジャケットってやつなんですけど、これと真逆の今度すごい日差しが強くて明るい時用に買いました。バイクのねプロの選手とかもこれかけてるのが多くてちょっと気になってたんで、じゃん。でプリズムレンズの逆に日差しが強い時用のやつですね。だからスモークが結構かかってるやつ、ストロっていうやつですね。こういうやつです。結構ね、このヘルメットにはこっちの黒のやつのが合うんですよ。白いやつかけるよりもこっちよりも。まあこういう変な形俺好きなんでね。まあ、これ日差しが強い時にバイクで仕事する時もねかけようかなとは思ってますけど。でそれとあれだ、あと帽子2点買ったんだ。そう、帽子と合うんですよねこのサングラス、ほんと帽子に合う。この帽子かっこいい。サイクルキャップっぽいっちゃっぽいけど、あれですね、シュプリームとかのキャンプシリーズみたいなキャップですね、形的に。それと昔も買ったんだけどちょっと一回手放しちゃってまた買いました。これはゴルフで被ろうかなと思ってね。オークリーの
白いハット。夏もいいよね、夏の普段着でもいい。ってことで帽子が、こっちが、まあ、4000円定価なんで、まあ、2000円で、こっちが、5500円定価なんで2250円。以上ですね、以上購入してきて4万3000円ぐらい使ってきました。もう本当の本当にね、しばらくお金はね使いたくないんでね、もうずっと働くだけにしようと思う。6月はね、もうだから働いてる映像ばっかになるかな。まああとは運動してる映像とね、そうなる予定です。買い物系の映像はほとんどなくなると思います、多分。で、月末にキャンプ行くと思います、多分。今のところそれぐらいですね、予定が。そんな感じになります。ロードバイクの練習もね、この前みたいな感じでちょこちょこ入れてこうと思うんですけど、あの体との相談でね、体力的に持てば行こうと思います。もうちょっとだけ、あとでもロードバイクいじるのにもしかしたらお金使うかもしれない。まあ高い金額じゃなくてね、もう安い金額で今、メルカリでね、メルカリとかヤフオクでいろんなものを売りに出してるんで、まあそれのお金次第では、まあ、あの物の入れ替えって感じで何か買うかもしれないですけど、まあ基本はね、働いたお金はもう手つけずって感じでやっていこうと思います。今日はそんな感じの買い物動画でした。2750円でしょ。で、レイバンが7000円で、ゴルファン1000円。結構大丈夫。そうそう、で今回ね、会場でね、購入した額が2万5000円超えたら3000円引きっていうのもやってたんですよ。あとファミリーセールを予約、時間をちゃんと予約していくと、行った時にね 10% オフ券っていうのをもらえるんですよ。だからね、結局最初の会計が5万何千円かだったんですよね。そっから3000円引いて、でさらに 10% オフで4万3000円ってなった感じですね。だから本当安いっすね。総額定価でいくといくらなんだろう、これ。ちょっと計算してみよう。靴下だけで4000円だもんな。4000円。で、これが4000円。で、これ5500円。で、レイバンが2万6000円で、これが2万2000円、これが2万2000円、
手袋が1000円。おお。12万5000円ぐらい。12万5000円。まあ消費税か。13万だ。138,000円ぐらい。全部で138,000円ぐらいが43,000円になりました。素晴らしい。もうこういうことやってると定価じゃ買えないやな。ほんと。全然ね、新品じゃなくちゃいけない。まあ新品なんだけどね。アウトレットでね、全然十分ですね。売れなかった商品でね、全然十分です。138,000円が43,000円だもんね。ありがたい。それで十分です。それでは皆さん、おやすみなさい。また明日。